ここは様々な動物が暮らす街、ズートピア。今日は帰りが遅くなっちゃった。早く家に帰らなきゃ。ん？おまわりさんがこっちに近づいてくる。こんばんは。ちょっといいかしら。私はホップス巡査よ。今日はあなた何してたのかしら。お買い物をしてたのね。今は12時を過ぎてるけど、こんな遅い時間に羊の一人歩きは危ないわよ。身分証があったら見せてもらえないかしら。あなたのお名前は？あなたのご住所は？この近くにお住まいなのね。血液型は？ご年齢も教えていただけるかしら。協力ありがとうございます。身分証を返しますね。最近この辺りで高級ジュエリーを狙った盗難事件が起きてるみたいで、今付近の皆さんに声をかけさせていただいてるの。お時間をいただいてしまって申し訳ないんだけれど、あなたの持ってる荷物も見させていただけないでしょうか。あ、いいえ、あなたに問題があるわけじゃないわ。ただこの周辺で発生している事件と何か関係がある可能性もあるので、ご協力いただけませんか。ありがとうございます。じゃあリュックの中身を見させていただくわね。ただの水かしら。匂いも普通ね。これはただの水ね。これは怪しいわね。さっき買ったものなのね。これはちょっとウサギにはきつい匂いね。怪しいものではなさそうで、ごめんなさい。これはハンカチね。これはペンケースね。
れは薬みたいだけど何かしら。これは何の薬かしら。ああ、サプリメント。ああ、そうだったのね。失礼いたしました。これは何かしら。タブレットね。これは何なのかしら。あ、入浴剤なのね。確かにすごくいいお花の香りだわ。今日はこれを買い物したのね。これはトランプかしら。かなり本格的なカードをお持ちなのね。趣味がゲームなのね。お荷物確認させていただきました。ご協力ありがとうございます。続いてあなたの身体検査もさせていただきます。大丈夫よ、何も怖いことはしないから。リラックスして、大丈夫。深呼吸しましょう。吸って吐いて。それじゃあ腕を上げていただけますか。ちょっと触らせてもらいます。腕を上げたまま後ろを向いてください。どの中に何か入ってるわね。出してみて。卵、小麦粉、バター、牛乳、砂糖。これって買い物リスト。ああ、そうだったのね。失礼しました。明日パンを食べるんですか。あ、そうなんですね。口の中も見せていただけますか。口を開けてください。ありがとうございます。あなたの体毛とってもふわふわしてるから、
ふわふわの中をちょっと確認してもいいかしら。はい、ありがとうございます。もうとってもふわふわね。ついずっと触りたくなっちゃうわ。ああ、ごめんなさい、変なこと言って。お荷物とお体ともに特に問題ございませんでした。ご協力ありがとうございます。最後に一つ聞きたいんだけれど、最近あなたもこの辺りで不審な動物を見かけなかった？犯人の特徴を私が書いてみたのですが、こんな顔の羊見かけませんでしたか？え、似てるような動物を見たかもしれない。それは重要な情報です。この羊がどこにいたか覚えていますか？ハリー夫妻のカフェ付近。時間は21時頃。その人の特徴は覚えていますか？例えば何を着ていたかとか。赤いシャツ。持ち物を持っていたか覚えていますか？大きなボストンバッグ。他には覚えていますか？例えばアクセサリーを身につけていたとか。耳に金のピアス。他には覚えていますか？そうですか。でもこれで十分です。重要な情報提供ありがとうございます。もしもまた何か気づいたことがあれば、すぐに警察にお知らせください。今後ともあなたとズートピアの安全を守るために、警察官として努めていきます。今夜はお時間をいただき、本当にありがとうございました。ニック、どうしたの？え？ジュエリー強盗が犯行後に逃走中。分かった、すぐ行くわ。どうやら犯人が見つかったようです。私は現場に急ぎます。あなたも夜遅いのでお気をつけて。それでは。